Yeah. もう変えた方がいいと思うよ、やっぱり。Yeah, because you're not in Florida. どういうのに変えたらいいかな? I don't know, didn't you say something like a few, like, you, when you said that you were going to change it, didn't you say like a car or something? What was it? なんだっけ? もう変えた方がいいよね、やっぱね。Yeah. Like, people might think that you're still in Florida. Not Louisiana.なんかじゃあそういう場所に関係ない名前がいいよね。今日の子供たちのお弁当はこれがね、昨日作ったスープなんだけど、中身がケール、じゃがいも、人参、あとねビーガンのソーセージとセロリですね。セロリとあとちょっとお豆腐も入れたかな。でこっち側はビーガンの冷凍のハンバーガーにリンゴと、あとはマッシュポテトで、この上に乗ってるのがひよこ豆と玉ねぎと、あとはマッシュルームのちょっとこうなんていうの、味付けしたものですね。I brushed my teeth. Yeah. I changed. Yeah. And then, じゃあさ、ジャケット着てきな。Okay. ジャケット着てさ。Okay, so when I jump. 靴も履いてきな。いってらっしゃい。いってらっしゃい。気をつけてね。おはようございます。11月は1回もビデオ撮らなくって、1ヶ月ぶりぐらいの本当に久しぶりのビデオになっちゃうんですけど、今日はね久しぶりに1日の様子を撮ろうかなと思うんだけど、昨日のね朝からセロリジュースっていうのを始めたんですよ。朝一でお腹が減ってる状態、何もお腹の中に入ってない状態でセロリジュースを絞って、それでそれを飲むっていうものなんだけど、それがねなんかすごくいいことがたくさんあるらしいんですね、体に。だからまあそれを始めて、でそれについては他のビデオで詳しくもっと紹介しようかなっていうふうに思っていて、まあそんな感じだから、今日はね2日目なんだけど、セロリジュースをこれから作っていきたいと思います。できました。こんな感じで、すごい色が綺麗ですよね。この入れ物が8オンスなんですね。だから今日は多分12、13オンスぐらい絞ることができたと思うからね、それ全部飲もうと思うんだけど、まあ味はそんなに美味しくはないかなっていう感じだけど、慣れればね結構飲めるらしいから、まあ続けて飲んでいきたいと思います。で今ね時間が朝の8時なんだけど、今日の温度がね今の時点で4度、めっちゃ寒いんですよ。寒くなってきて、だからヒーター入れてるから結構音うるさいっていうのはあるんだけど、で今日はビアンカが起きたら朝ごはん食べさせて、それで、まあ、天気はね悪くないみたいだから散歩に行こうと思うんだけど、その散歩っていうのが家の近くじゃなくて、ちょっとね車で運転して、なんかネイチャーウォークっていう自然がすごいたくさんある場所があるんですね。だからそこに行こうかなと思っていて、でそれで帰ってきたらね、なんかちょっと作りたいものとかがあるから、そういうの作って、で子供たち迎えに行ってっていう感じになると思います。 Thank you, Mas. どうぞ。キュウリおいしい？なんか今日顔がちょっと腫れてるね。腫れてるっていうかむくんでるね。どうしたんだろう。ビアンカ、今日はさ、またプリンセスとマリオ連れてネイチャーワーク行く？歩いてくる？オッケー。ブリンカー。大丈夫？ブリンカー。え？大丈夫？ブリンカー。散歩行くよ。あ、散歩？うん。ネイチャーワーク行くんだよ。Lunch walk?
髪の毛縛る今日やる、やった方がいいと思うよ。やる、ここになんかつけよう、こうやって見て、こうやってなんかつけよう。 OK OK、 ちょっと待って、ちょっと座ってな、待ってな。 My flower?これかわいいじゃん。 I keep wearing my glasses. Glasses? Yeah. Glasses いらないじゃん今。 I keep wearing it. いらないじゃん。 No. 大丈夫よ、大丈夫よ。 Uh-huh. 痛い？ Yeah. 痛くないと思うけど。じゃあ今からネイチャーボック行ってきます。行ってきます。声が出ない。ここね、最近よく来てるんだけど、今日は一段と寒いです。すごいでもね、綺麗だから気に入って、よくね犬の散歩がてらに来てるんですね。どうした？めっちゃ寒いです今日は。いつもはね、ここに来るとだいたい 2,30 分ぐらいは歩くんだけど、今日はね、すごい本当に寒いから、もうちょっとで帰ろうかなっていう感じ。髪の毛がきれいじゃん、その花。ここね、ずっとこんな感じで道が続いてるんだけど、まさに森の中っていう感じなんですよね。だから結構歩いてる最中、何が出てくるか分かんないから、ちょっとドキドキするっていうのはあるんですよね。 That's for your baby? 優しいね。OK、 ありがとう。もらっちゃった。うん、ありがとうね。あ、自分で持ってく？ OK。 結局ね、寒いからもう30分、まあ30分もいたからね、十分かなっていう感じなんだけど、もう今から家に帰ってちょっと温かいの飲みたいと思います。はい、we can make it, coffee, hot chocolate, and matcha, hot chocolate. Hot chocolate and matcha? Look. あ、美味しい。どう、美味しい？なんか今日はね、この後にオレンジの、オレンジのね、痛いって、オレンジの、ちょっと待って、何言うか分かんなくなっちゃう。ガーランド、ガーランドっていうのかな、まあ、オーナメントとかね、そういうのを作ろうかなっていうふうに思っていて、だけどね、今日が金曜日で、ね、もう叩くのダメ、本当に叩くのダメ。だけど今日が金曜日で、ターゲットにも行かないといけないんですよ。週末にね、ターゲット行くってなると、この時期もうすごい大変なことになると思うから、今日行こうかな、どうしようかなってすごい考えてるんだけど、行くとしたらもうすぐ出ないといけないし、ちょっとね、考える、どうしようか。あ、こぼすよ、そんな風にしてると。こぼしちゃうよ。で、ちなみにターゲットって言ってもこの近くにないから、1時間運転しないといけないんですね。なんか叩いちゃダメ、本当ね。なんかこうやってね、私 の、 気を引くためには何でもするんですよ、この人。私が電話してる時とか、誰かと喋ってる時とか、もうすごい紹介出してくる。この2匹はね、最近ずっとこのバスケットの中が大好きでね、いつもここにいるんですね。その理由が、この下にね、ブランケットを置いてるんですよ。このカウチ用のブランケット。で、それがすごい気持ちいいみたいで、いつもここに入ってて、だから、この、何？バスケットの型崩れがもう半端ないんですよね。全然形戻んないっていう感じで。
ビアンカは洋服がちょっとでも汚れるとね、その同じ服を着てるのが嫌なんですね。それでさっきあのホットココを飲んでる時にね、汚れちゃったから着替えてきました。でこれはちなみに自分で選んだ洋服で、寒いんじゃないのって思うけどね、これがいいらしいです。で、今日はね、ターゲットに行くのはやっぱりちょっと時間がないからやめて、で、あのオレンジで作るガーランドを作りたいと思います。 Ready, set, go! ちょっと手気をつけてね、OK? OK。 ここは選んだよね。食べるんじゃないよ、食べるんじゃないよ。おいしい。で、こんな感じでカットしたら、これをオーブンで焼くんですね。ちょっとやめて。おいしい。本当に自由ですね、本当にあなたは。All right. What are you doing? 待ってね。舐めちゃダメだよ。まず一番最初に2時間焼くんですね。それで今度裏返しにして1時間焼くらしくて、でこのレシピがすごい、本当に何だろう、あのレシピによって全然長さが違うんですよ、オーブンに入れる長さっていうのが。だからちょっとね、どうなるか分かんないんだけど、まあ、とりあえず一番あの私がその見たレシピっていうのが時間が短かったからね、そのレシピでやろうと思うんですけど。今ね、レシピを見たら、やっぱりちゃんとね、このパーチメントペーパーを使わないといけないらしいから、これを敷いてから、もう一回あのオレンジを置いて、それで、オーブンに入れたいと思います。なんか見える？何も見えないね。こんな感じで久しぶりに Vlog を撮ってみたんですけど、もうちょっとでクリスマスじゃないですか。だから本当に私たちもバタバタしてて、今住んでるところがね、もう何度も何度も言うけどすごい田舎なんですよ。でお店とかが全然ないから、クリスマスのプレゼントとかっていうのも、もう本当に早めにこう予定を立てて、早めにオンラインで買うとか、あとは1時間2時間とかであの車を運転して違う街に行って買い物してくるとか、そういうことをしないと子供にあげるねプレゼントでさえも手に入んないんですね。だからもう最近はずっとそのクリスマスの準備をしてるっていう感じ でやっぱり子供たち連れて買い物に行くとね、いろいろバレちゃうから、今週っていうか明日か、土曜日、明日の土曜日はうちの夫がね3時間かけてここからテキサスのヒューストンまで車で運転して、あのいろいろ買ってきて帰ってきてくれるっていう感じだから、まあそんな感じで今年もバタバタしながら1年終わりそうな感じなんだけど、そう、まあビデオでももうちょっとね撮れれば撮っていきたいと思います。痛い。じゃあ今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。バイバイ。
またキュウリ食べてんの？